スイートレガシー僕と彼女の名もないお菓子19回目。富士宮お姉ちゃん、玉木お姉ちゃんか、ルート2回目でございます。いや、やっぱね、あの子がやっぱ進めてるといいキャラなんだよね。もう好きだよ魅力に完全に。やっぱね、幼馴染強いな。もうトゥーラブストーリーの時から言ってるけど、恋愛ゲームにおいて幼馴染って本当に大きい力を持ってますよね。さあ、商店街に今日はいるんで行ってみよう。商店街、今回でラストまで行ければ行けるかな。あれ、お姉ちゃん、こんなところで何してるの？お買い物。ああ、まもるちゃん、ちょうどいいところで会ったわ。ちょっとお手伝いしてくれないかな。何？なんか癒されるわ、お姉ちゃん。そこのスーパーでね、卵と牛乳の大安売りをしてるんだけど、お一人様一パックなのよ。なるほど。つまり僕も一緒に行って買えってこと？そうなの。お願いできる？いいけど。あ、それとそれが終わったらドラッグストアも付き合ってほしいんだけどまた荷物持ちにさせられちゃう。何買うの？試供品のシャンプーを配ってたから一緒にもらいに行きましょうそういうとこなんか抜け目ないね。何？いや、いや、そうじゃないけど、あの、ちょっと変なこと聞いていい？何？お姉ちゃん、もしかしてお金ないの？マジで貧乏キャラなの？実は。毎月の生活費はちゃんと仕送りしてもらってるわよ。よかった。だったらどうして？どうしてって、どうせ買うなら安い方がいいし。やっぱ前回のその分量の話もそうだったけど、すごいしっかりきっちりしている子だよね。しっかりしてるな。めちゃくちゃおとぼけキャラでもあるんだけど、微妙におばさん臭いような気。おばさん言うな。そうかしら。でもいい奥さんになると思わない？自分で言っちゃった。マモルちゃんもしっかりしないといい奥さんになれないわよマモルちゃんが奥さんになるんだ。あの何？一応僕男なんですけど。そんな設定はもう忘れたよマモルちゃんはマモルちゃんだよ。これで一緒にお買い物に行くっつーこって。お、調理室にてミチルさんと。関心ですこと。これだからこの後ミチルさんと、あれだ、ミチルさんと特訓しててお姉ちゃんが来てチューされちゃうやつだ。そうだよね。これやっぱこうミチルさんルートをやってないと、それ前提としてって感じだな。お姉ちゃんルートぜひ知りたい。やっぱりいいや。あー、ミチルさんのなんだっけ、ミチルさんのことを、ミチルさんがなぜ怒ってたのか、わかるっていうことで今教えたら答えになっちゃうよ。ここはだからお姉ちゃんから答えを聞くってことがことでいいんだよね。ぜひ知りたい。それでもいい。今のままじゃ僕何をしていいのかさっぱりわからないよ。じゃあ言うけど、錯覚よ。錯覚？錯覚？そう。だってそんなはずないよ。だって明らかに僕下手になってるよ。シュークリームがね、下手になってる。だからそれが錯覚なの。いい？この錯覚には2つの要素があるの。マモルちゃん、絵を描いたことはある？バリ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 ちょっとバリ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 って音入っちゃったから、ごめんね、ちょっとマジックテープの。たまに絵を描くとサポーターがさ、イライラしてね、体が痛くて。でも僕絵はもともとあんまり得意じゃないから。でも描くたびにいつも思うでしょ、あれ昔はもっと絵が上手に描けたはずなのに。あ、でもこれはあるある。私こんなに下手だったかな。俺も趣味でお絵描きやるけど、ね、本当にそうそう、スランプが何回も何十回も来るんだよね。水泳とかもそうね。
たまに泳ぐと、あれ昔はもっと上手に泳げたのに今は思ってたより泳げないとか、ギターもそうですよ、あれっていう、うん、確かにそう感じることはある。そうだよね、それを感じることは結局成長してるからってことよね。これが理想化障害っていうものよ。しばらく経験しないうちに勝手にイメージが理想化されて現実とのギャップが大きくなるの、うん、別に下手になったわけじゃないの。あ、理想がだから大きくなったってことか。これは毎日続けていたことをピタリとやめるとよく起きる現象ね。まずこれが一つ。すごいな、詳しいな。他にもあるの？うん、もう一つはね、最適化障害、ね、障害だらけやないか。例えばね、初めて乗ったジェットコースターは怖いけど二度目って思ったほど怖くないでしょ。三度目四度目になるともういい加減慣れちゃったりしてね。俺は絶叫系ダメな人だから分かんないけど、何度も繰り返すうちに知らずに記憶が最適化されてしまって、あ、でもホラー映画、ホラー漫画とかいつの間にか美味しくて当たり前になって、そのうち物足りなくなる。パッと見るとうわ怖えってなるんだけど、じーっと見てると、うん、これはマモルちゃんがシュークリームを作るときにも同じ現象が発生するわ。何度もシュークリームを作ると分析すごいな。無駄をしなくなる分自分が上手になったような気がするけど味は変わらないのね。そんな、じゃあ今まで僕が悩んでいたのって、そう、全部錯覚ね、きっと。なるほど。でもそんな、なんで今までそんなこと一度もなかったのに。マモルちゃん毎日シュークリームを作ってたんじゃない？作らなかったとしてもシュークリームのことを考えない日はなかったでしょ。うんうんうん、うん、確かに。だからか龍崎さん言ってたんでしょ、悩むのをやめた時進化は止まるって。マモルちゃんは龍崎さんに決勝で勝って、そこで一旦自分のシュークリームに満足しちゃったのね。なるほどね。シュークリームの進化は止まったのに、マモルちゃんの理想だけが最適化された。それがこのシュークリームに満足できない理由よ。うん、そう言われると。そこまでお見通しなんですね、お姉ちゃん。多分龍崎さんが悩めって言ったのは、毎日悩むことで普段のマモルちゃんに戻そうとしたのね。毎日シュークリームを作っていれば勝手に理想が上がることもないもの。そうだったのか。ちょっと意地の悪い教え方だけど、まるでライオンみたいよね。ライオン、下手したら一生悩むところだったよ。だからって安心しちゃダメよ。安定してしまえば本当に進化は止まっちゃうんだから。おー、うん、安定はダメか。なんだかやる気が出てきたよ。すごい、いい子ね。さすが、やっぱスポコンだな。よし、パティシエってスポーツだな。もう一回作ってみようかな、シュークリーム。おお、ここで記録スキップなのかい。あ、これでチューしたところをみちるさんに目撃されて、何やってるんですの、マモルさんって言われちゃうわけね。あ、それで明日は対決じゃいっていうことで、まさかのみちるさん VS富士宮さんっていう対決が実現してしまうという、そういう流れか。そっかそっか。あ、ね、校長に審査員をお願いして、ただみちるさんはどうも、あなたには他の人とは違う何か、どうも体調が悪そうだぞと。ということでしょう。ここでスキップが止まったぞ。そうなのかな。なんか今一つ納得はできないけど、うん、嫌なら嫌とはっきり言えばいいのよ。迷惑ですってね。みちるさんルートの時はやっぱみちるさんが調子悪そうだから試合をやめたんだよね、止めたんだよね。思ってない、今回は続行か試合。思いませんよ。器用貧乏って言葉があるでしょ。断り下手な人間は何でもさせられてどんどん器用になる、うん、そんな善人はどんどん利用されるけどお金にはならないってことね。別にいいですよ、器用貧乏。金は持ちすぎるとろくなことがないから。あなた本当にそっくりね。お、は、誰に。いいのよ、こっちの話。お母さんでしょう絶対。その勝負っていつ始まるのかしら。
今日の午後だけど、うん、あらそう、私も見学させてもらいましょう。審査員が必要でしょ。え、止めてくれないの？私が退学にすると言ってもやめないでしょうね、龍崎さんは。そうね、無茶しちゃうんだよね。ああ、これで既読にまたなってくると。じゃあ試合続行させますよ、みちるさんには悪いけど。頑張ってー。この曲かっこいい。よし、試合続行。わかりました。試合は続けましょう。ねえ、大丈夫でもみちるさん。それでいいのよ。倒れちゃうんじゃない？この試合は僕が引き継ぎます。え？みちるさんは休んでいてください。予想外。そんなことになってくんの？なぜそうなるんですの？まさかのマモルちゃんバーサス藤宮お姉ちゃん。だってみちるさんプロじゃないですか。熱だってあるし、絶対に味覚とか狂ってますよ。そんなんで勝てるわけないじゃないですか。うん、なるほど、引き継ぐ。僕はみちるさんのパートナーでしょ。大丈夫です。信用してください。でもこれはでもいい展開じゃない？大丈夫、絶対に勝ってみせます。僕だってみちるさんのおかげでだいぶ腕が上がったんですよ。うん、大丈夫ですよね。お任せくださいませ。任せてください。みちるさん、辛かったら部屋に戻っていてもいいですよ。あなたのお手並みここで拝見させていただきますわ。お、わかりました。いいね、パートナー。お姉ちゃん、何、マモルちゃん来ましたよ。マモルちゃんバーサスお姉ちゃん。そんなわけだから今から僕が相手だよ。いいよね？それは構わないけど、私手加減しないよ。望むところだ。望むところだよ。よし、パティシエファイト再開だ。お、この二人の戦い。とは言ったものの、みちるさんの代役ともなるとはっきり言って難しいな。うん、ましてや相手はあのお姉ちゃんだ。勝てる。でもやるしかないんだよね。みちるさん、一体何を作るつもりだったんだろう。そういえばみちるさんが倒れる寸前に何か手に持ってたな。ほう、あれは確か合成のフルール型。ということはフルール型カヌレだ。チョコレートカヌレを作る気だったんだ。うんうん、そう、確かこの島に来て参加者の試作品を食べた時、みちるさんはカヌレを出品したんだった。なるほど。そうか、みちるさんはお姉ちゃんを相手に見た目が地味なカヌレで完全に味の勝負を挑んだのか。みちるさんのカヌレなら僕は一度食べたことがある。もしかしたら再現できるかもしれない。すごいね、マモルちゃんはマモルちゃんで。やっぱり外はカリカリと香ばしくて、中はチョコレートのババロアみたいにとろりとしてて、美味しそう。ほんのりと香るラム酒とバニラエッセンス、そして酸味のついたチョコレートでジャケットするんだ。でもジャケットに使うチョコの酸味の正体って何なんだろう。うん、悩んでいても仕方がない。とにかくやるしかない。頑張れ、マモルちゃん。どうやら何を作るべきか気がついたよ。ですわ。あれで気がつかないようなら話にもなりませんわよ。結構しっかりパートナーしてるね。でもどこまであなたの味に近づけるかといったところで、まあ無理ですわね。お、そうかしら。あまりあの子を侮らない方がいいわね。あれ、おかしい。なんだろう、出来上がったカヌレのボディがなんだか少し甘苦くて雑味が多いような気がする。何かが違うんだ。コーティングすればこの程度の雑味は隠れるのかな。でも生地の焼き色も悪いし、サクサク感が足りない気がする。迷ってる時間はない。とにかく作り直そう。いや、頑張ってんな。でもさすがにチャンピオン相手には。そこまで。あ、終了よ。終わってしまった。よかった、間に合ったわ。マモルちゃんは、うん、僕もなんとか。なんとかか。それでは早速試食してみましょう。
なんとかレベルでチャンピオンを相手に。はい、私は龍崎さんが相手ということなので、いつもとは少し違うものを作ってみました。まあ、これはマグノリアね。マグノリア、ツヤといい、サーフェスマークといい。マグノリアってなんだ。ライフワークね。ありがとうございます。分かんないけど、ぜひ味の方もお試しください。そうね、では早速。まあ、これはお、あのユリアさんがこんなリアクション。まるで春先に咲く木蓮のような淡い甘み、そして舌の上に広げる。よくわからん例え押し出したぞ。素晴らしいわ。ありがとうございます。ごちそうさまでした。さあ、次は佐藤さんの番ね。あ、はい、僕はミチルさんのチョコレートカヌレです。再現したカヌレ。でも完全に同じ味は再現できませんでした。正直言って あまり自信ないです。もう迷い迷いで作っちゃって。そういうのは思ってても口にしちゃダメよ、特に審査の前には。なんだこいつは、まずいと分かっているものを食べさせるのかって思われたら、まあ、確かにそれだけで印象が悪くなるでしょ。確かにそうだよね。うん、まあとにかくいただいてみましょう。お、これはでもこのリアクションは、なんということなの。そんな、でも確かにこれはどういうことですか、ユリアさん。え、何、何なんですか、美味しくないの。一応僕なりに美味しくなる努力はしたんだよ。ねえ、マモルちゃん、私も食べてみていい？うん、いいけど食べても笑わないでね。なんなんでしょう。いただきます。ハム、ハム、かわいい。あ、これ美味しい。前に試食した龍崎さんのカヌレと同じ。うん、それ以上かも。なんと、ミチルさんを超えてしまった。なんですって、そんなはずは。あの、再現、再現は無理だけど、私だけです。むしろ超えたっていう。あら、マジか。だったら龍崎さんも。すげえな、マモルちゃん。食べてごらんなさいよ。どれ、そんな、大丈夫、味覚大丈夫。ねえ、同じ味でしょ。いや、ミチルさん高熱出てるから。ありえませんわ、レシピも教えていない、ヒントも出していないというのに。マモルさん、いや、マモルちゃんはだから侮ってはいけないんですよ。ヒントならいっぱいありましたよ。いっぱい、一体どこに、うん、だって僕一度ミチルさんのカヌレ食べたことがありますよ。一度食べただけで。でもそれだけで下コピーできるほど単純な出来ではありませんわよ。ナロー系に思えてきた。マモルちゃん、また僕何かやっちゃいましたみたいな。今までみちるさんの作ったお菓子をいろいろ食べましたし、それに最近はなんとなくですけど、みちるさんならどうするだろうって考えるとだいたい予想がつくんです。それはつまり、レシピの不明箇所を想像で埋めたということ。とんでもない才能だ。間違いなく異世界から来ている。まあそうだよね、異世界に転生してきた変態女装パティシエ。似てると思うんですけど、正確にはコピーできてないと思います。そう、これは最も龍崎みちるらしい味で、それでいて龍崎みちる本人には出せない味よ。へえ。龍崎みちるの作り出す味の最も印象的な部分を強調しながらも、みちるさんのことをよく知ってるからこそ、独特の重さを排除するとこういう味になるということね。すごすぎるな。そう、そういうことですの。なんですか、やっぱりミチルさん。ダメですか。でもこれ、いいえ、素晴らしい出来ですわ。これならどこに出しても恥ずかしくはないでしょうね。はい、ありがとうございます。それどころか、あ、やっぱちょっとショックだよね。高い評価を受けるでしょう。そう、あなた
この程度の味はいつでも作れたという。あ、ミチルさんがどんどんかませになっていく。ミチルさん、でも何を言ってるんですか。それが似合う。私は失礼いたしますわ。あ、ミチルさん、僕が部屋まで送って。マモル君。はい、何です。今はそっとしておいてあげなさい。あの、僕何か悪いことしたのかな。また僕何かやっちゃいました。自分よりも格下だと思っていたマモル君にこうもあっさりと抜かれてしまえばね。そんな、だって僕はミチルさんに恥をかかせないように一生懸命。そうよ、これはあなたが気にすることではないわ。これは彼女の問題よ。でずっと横で笑ってる富士宮お姉ちゃんのサイコパス感やべえな。このシリアスムードでずっと笑っとるやん。でも僕はどうすれば。この程度のことで潰れる龍崎さんではない。それは分かっているでしょ。はい。ならば何もする必要はないわ。そうか、このカヌレは見事な出来です。あ、はい。というわけでこの試合は佐藤守選手の勝ち。なんと富士宮さんもそれで依存はないわ。勝ったよ。はい。負けちゃった。チャンピオンに勝ったよ。やっぱり慣れないものは作らない方が良かったわね。あ、でもまあそっか、慣れないものを作ってってことだから。なんて全国大会になると後味の悪い試合なんだろう。また違うか。勝ったのに、なんだか全然嬉しくない。僕はただミチルさんの代わりに試合に出て、ミチルさんが納得してくれるようなお菓子を作ろうとしただけなのに。もうマモルちゃんの才能が怖い。ただミチルさんに美味しいってそう言ってもらえればそれでよかったのに。美味しすぎちまったんだよマモルちゃん。こんなことになっちゃったんだろう。お母さん、僕がしたことは間違いだったんですか。おお、実力を見せつけてやりましたね。なんか今日は疲れた。うん。でこの後は、みちるさんが復活して一緒に特訓をしつつ、あ、チェリーパイね、チェリーの話か。あ、クレープだ、クレープこの後食いに行くんじゃなかったっけ。うん、確かそうだった気がするんだけど、外に行って、ああお姉ちゃん、うん、あ、やっぱクレープだよね。じゃあクレープ食べに行く。そうだね、せっかくだし食べに行こうか。うん、バナナ。バナナクレープなんだ。バナナ、前に一人で食べた時にね、ブルーベリーヨーグルトとチョコバナナがあって、どっちもすごく美味しそうだったの。いいね。でね、その時はブルーベリーにしたから今度はバナナ。あー、そう。それじゃ早速行きましょう。うん。でもここのクレープ屋バナナババ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 バ。前回も言ったけど、なんで幼なじみや変な歌を歌うんだろうな。リオコは可愛いな。何がそんなに嬉しいのか。お姉ちゃんは小さな声で変な歌を歌っている。バナナの歌。そんなウキウキ気分のお姉ちゃんと僕は海の見える公園まで隣歩くの恥ずかしいわ。バナナの歌歌ってる人、ただまあ隣歩いてる自分も女装してるわけだからな。アモルちゃん、恥ずかしいも何もねえわ。子供のようにはしゃぐお姉ちゃんに手を引かれる。きっと今の僕たちは周りからは仲のいい本当の兄弟、うん、いや姉妹のように見えるのかもしれない。かもね。事実クレープ屋の屋台のおじさんは僕を見て、可愛い妹さんだねと言って、え、少しおまけをしてくれた。マジか、妹になっちゃったマモルちゃん。どう、マモルちゃん、美味しい？でもここのクレープ屋は実際本当レベル高いっていうね、話がね。でしょ？なんか幸せな気分になるでしょ？うん。天気もいいし風も気持ちいいから、なんだかのんびりしちゃうな。
お洗濯日和でしょ。お洗濯日和いいね。そう、心のお洗濯。今日たまにはこうして洗わないと心の洗濯済んじゃうのよ。心の洗濯、お風呂は心の洗濯ってなんだっけ、なんだっけ。そうだね、美里さんが言ってた気がする。楽しくしてると気がつかないよね。私ね、よく人にのんびり屋さんだねって言われるの。でも、うん、それってそんなにいけないことなのかな。全然いけなくないよ。うん、そうだね。焦っても仕方がない時もあるよね。うん、ねえ、まもるちゃん、まもるちゃんさえよければのんびり屋さんになりたいもん。私とペアを組んでみない？え？ペアを組むの？なんか、え、急にそういうこと言い出したな。マジ？どうして？ミシルさんを捨てろと。うん、なんかね、今のまもるちゃんを見てると無理してるんじゃないかなってそう思えたの。今回の大会に必死に取り組む龍崎さんの期待に応えようって、そのことだけに一生懸命になっている気がして。まあずっと特訓してるからね、ミシルさんと。結果的にはまもるちゃんのためにはならないような気がするの。勝負にばかり固執して変にギスギスしたり、私はパティシエがどんなに楽しいかってマモルちゃんに忘れてほしくないの。うん、でも、いやでもここまで来てミチルさんを捨てることはできないでしょう。ごめんなさいね、なんか私また余計なこと言っちゃったわね。ううん、お姉ちゃんの言いたいことは。ただまあこの子とマモルちゃんが組んだら本当最強ペアの出来上がりですよね。でも僕はやっぱりミチルさんのパートナーだから。おお、マモルちゃんならそう言うと思ってた。ごめんねお姉ちゃん、心配ばっかりかけて。昔からずっとマモルちゃんの心配ばかりしてきた私よ、もう慣れたわ。ねえマモルちゃん、私がいてよかったって思う？何を聞いてきたんだ。ならいいの、私はそれが嬉しいんだから。考えてみれば昔からいつもこうだった。子供の頃、僕が学校の友達に男女ってからかわれて落ち込んでいた時も子供の頃からそんな風にいじめられてたんだ。男女言われてたんだ。お姉ちゃんは隠れて泣いている僕を見つけ出してはいつも甘いお菓子を作ってくれた。あ、何か不安なことや困ったことがあった時、振り返ればそこにいつもお姉ちゃんがいてくれて。いい子だな。お姉ちゃんはいつもにっこり笑って大丈夫よって言ってくれた。本当ずっと支えてくれてたんだ。はい、僕感動でちょっと泣きそうかも。幼馴染は強いな。へえ。これで、あ、全国大会がね、いよいよもう始まってくってこと、ところか。ミチルさんルートの時だと1回戦はももこちゃんと当たってっていう流れだったけど、この辺はまだ変わりそうにないね。ああ、ももこちゃんいてた。で、富士宮さんはなぜかうさぎの着ぐるみを着ているみかんちゃんが相手っていうことでね。うん、まあ勝負の結果はここは変わらないんじゃないかな。守る、あれ、でも既読にならない。つけられるな。今日は俺の新必殺技ファイヤートリックスクリューでお前を叩きのめしてやる。ももこちゃんにここで負けるわけにはいかんのだ。ファイヤートリック、なんだか危険な匂いがするな。あ、でも別の技名言ってるから、そうね、やっぱ違うルートなのかな。ちゃんと聞いて驚け。なんとこの技はすごいスピードで手を動かすことで相手との摩擦熱で火を起こす技なのだ。もうパティシエ以外のことに使ってくれ、その技術は。そんなバカな。どんな技を使おうとあなたの勝手ですけど、びっくり人間の全国大会なら会場を間違えてましてよ。いいね、ミチルさん、その煽り。いったな、こいつ。パティシエ番長譲りの最強技なんだぞ。俺の歩道でお前なんか消し積みにしてやる。おっと、龍崎佐藤ペア VS 鬼ヶ島グループで動きがあったようです。気合十分の鬼ヶ島選手が持ち味である必殺技を繰り出した模様です。ド派手だな、あの子は相変わらず。なんと
鬼ヶ島精神の手が燃えています。燃えてる。パティファイトとは直接関係ないですが、とにかくすごい。何なんだろう、もうももこちゃん調理パフォーマンスも評価の人はいますが、ししおまことみたいになってきた。これは初戦から激しい戦いになりそうだ。うん、やっぱりあなたにはびっくり人間大会がお似合いですわね。さあ、マモルさん、始めますわよ。お、こっちは何を、はい、何を作りますか。あれ、1回戦のお題何言ってたんだっけ。龍崎サトピアが一斉に動き出しました。チョコだったかな。どうやら龍崎選手は外装、そして佐藤選手はアンコを担当するようです。あんこか、そうだそうだそうだ、あんこ、お題あんこ。鬼ヶ島選手に負けてたまるかと言わんばかりに手早く生地を混ぜ込んでいきます。すさまじい手から炎を出すんだ。あれ、おっと、どうしたことだ。龍崎選手、歓声を忘れるあまりか手にしたゴムベラを落としてしまったぞ。どうした、みちるさん。これはまさに晴天の霹靂、攻防も筆の誤りだ。一方、鬼ヶ島選手はまだ体調が悪いとかそんなんある。いや、単純にミスか。こちらは素晴らしい手際です。荒々しいまでの力強さで餅をついております。おお、餅ついてる。豪快です。まるで親の仇のごとく餅をつき続けるその姿はまさに鬼、鬼ヶ島桃子、あんたは鬼だ、パティシエの鬼だ。パティシエの鬼。佐藤選手、あんこ作りが終わったようです。出来上がったあんこを裏ごしする作業に入りました。みちるさんが調子悪いな。その尻目に龍崎選手、何やら大きな鉄板を用意し始めました。大丈夫。あ、え、みちるさんやっぱ調子悪い。絶不調。ハプニングだ。龍崎選手、手にした鉄板を落としてしまったぞ。ちょっとちょっと。しかも運の悪いことに落としたショックで佐藤選手が作り置いていたあんこをひっくり返してしまった。ハイパー足手まといになってる。何してんの。マモルさん、あなたなぜこんなところに置いておくのです。すみません、今すぐに片付けますから。片付けは後ですわ。今はダメになったあんこを作り直しなさい。ちょっと、はい、これ1回戦突破も危うくなってきたぞ。どうしたんだ、リュウズキャンとサトペア。ここに来てチームワークに乱れが生じ始めたのでしょうか。やっぱそっか、みちるさんとラブラブパワーじゃなくて、一方の幼馴染の方にラブラブ行ったから、あんこに取り掛かっています。もう全然パートナーとしてのなんかそのコンビネーションが出来上がってないんだね。この対戦に挑み、いやいや不利かと思われていた鬼ヶ島選手ですが、現状を見る限りではそのことがかえって有利に働いているようです。うん、マモルさん、あんこはまだですよ。もうすぐです。頑張れ。さあ、龍崎佐藤ペア、今までのミスを挽回できるのでしょうか。わかんなくなってきちゃった、1回戦から。任せなさい。おキラン。おっと、ここに来て2人がバラバラに作っていたものが一つに合わせられていきます。一見ちぐはぐに見えて実は息が合っているのか。さあ、いよいよ双方とも作業は佳境に差し掛かってきています。残り時間も少なくなってまいりました。果たして完成するのでしょうか。よし、完成だ。お、鬼ヶ島選手、一足早く完成を宣言しました。龍崎&佐藤ペアは、さあ間に合うのでしょうか。あんこはでもね、本当に作れるものも限られてくるよね。4、3、和菓子食べたくなってきたな。完成ですわ。お、ギリギリできました。2、1、タイムアップ。いや、しかしアクシデントがあったな。これが後々ちょっと響いてくるだろうな。なんか審査の結果というよりは2人の関係に響いてくる気がする。まずは鬼ヶ島桃子さんの作品から。昔懐かしの味、これ美味しそうだよな。よく合うお菓子といえばこれ、田舎風豆大福。豆大福いいな、大好きだよ。もち米で大福本来の食感を生かし、これちょっとこの辺既読スキップにはならないんだけど、同じとこ同じ感じなんで、ちょっと手動スキップしちゃいますね。みちるさんと同じだね。それ俺の作品を食べてくれ。この喋り方好きだわ。まさに、はいはいはい、こういう感じで評価が出て、こっちは何作ったんだっけ。あー、そうだそうだ、たい焼きだ。焼き目もこんがり香ばしいたい焼きです。たい焼き、まさかのたい焼き。あ、でもリアクションも変わらないね。ということはこれはいったね。この勝負もらったね。
たださっきのあのみちるさんのアクシデントが、どうやら審査結果で、10対9でやりました。さすがは龍崎選手。しかし負けた鬼ヶ島選手も、正直ギリギリでしたわね。ギリギリだったね。仕方がないですよ、みちるさんいつも洋菓子ばっかりだから。あんこなんて途中でヘラを落としちゃったりしてたのは、どうした、大丈夫か。それはそうですけど、それ以前にあまりに不手際が目立ちすぎましたわ。富士宮玉城に勝つなど夢のまた夢ですわ。2回戦はね、さくら姉妹と当たると思うから、さくら姉妹はまあ15分しか活動が持てないという、これまた獅子王誠みたいな属性があるから燃えちゃうから。見に行かないんですか。どうせもうすぐ終わります。それに1回戦で負けるような女じゃありませんわ、したがって結果にも興味はありません。言うてもみかんちゃんも相当な実力あるんだけどね。僕だけでも見に行っていいですか。なぜか着ぐるみ着てるし。お好きになさい。でも守さん、絶対動きづらい、作りづらいだろ、着ぐるみ着てたら。結局僕は一人でお姉ちゃんの試合を見に行った。うん、もちろんお姉ちゃんは勝利していて、おー、あっさり勝ってる。僕がおめでとうと言うと、お姉ちゃんはにっこりと笑って、守ちゃんもおめでとうってそう言ってくれた。勝者がお互いを称え合うぐらいのことをしてもいいと思うんだけど、なんだか最近のみちるさん余裕がないっていうか、変にピリピリしててちょっと近づきづらいんだよね。ラブラブパワーが発揮できないから。そうだよね、ペアとしての実力がいまいちな感じになってるよね。昨日のこと、あ、ここは記録スキップ。あ、そっかそっか、次の日は特訓。昨日の試合を思い出せばあまりにも手際の悪さが目につきます。うん、その原因は様々でしょう。例えば私とあなたの試合への思い入れの強さの違い、言い換えるならスタンスの違い。あ、それはあるな。それとお互いが得意とするジャンルやスタンスの違い、そこをお互いに補っていければいいんだけど。そんな私たちのペアマッチなどもともと無理な話だったのかもしれませんわ。そんな、僕だって一生懸命に。それは否定しませんわ。ただ今のままでは確実に非効率です。あなたはもう余計なことはしなくて結構ですわ。そんな、あ、こうなった以上はもうペアを解消するしかないでしょ。ちょっと待って、これ本当にペア解消になっちゃうんじゃないの、このルート。わかりました、分かっちゃった。みちるさんがそう言うなら、ペアは解消します。みちるさんルートの時は解消にはならなかったんだよね。なんとか思いとどまらせてっていうか。そっか、今回は解消になっちゃうんだ。あの、僕、ちょっと悲しい。みちるさんマジか。ソロでやるの。じゃあこうなるような気はしていた。みちるさんは不動洋菓子学校の主席、かたや僕はといえば入校間もない新人。そんな二人が手を組んでペアマッチなんて、なんかみちるさんルートの後だとこれ切ない。みちるさん心配になっちゃう。お母さん、僕はこれからどうすればいいんでしょうか。でもじゃあそれこそいよいよ藤宮さんと組むか。一人になっちゃった。これからどうしよう。このまま一人で全国大会に出場してもいいんだけど、なんだかそんな自信もなくなってきちゃった。自信喪失。帰りたいな。帰りたい。でもホームシックになっちゃった。今帰ったら何の意味もなくなっちゃうし。ホームっつってもプレハブなんだけどなそのホームがプレハブシック。どうしたらいいんだろう。考えが全然まとまらない。僕なんだか焦ってるのかな。お母さん、お母さん、お母さんに会いたいよ。守るちゃん、お、やっぱこういう困ってる時に来てくれるんだな、子供の時みたいに。お姉ちゃん、さすがや。ああ、やっぱり守るちゃんだったのね。
なんだかすっごく落ち込んで暗い顔してるから違う人かと思っちゃった。僕そんな顔してた。うん、なんだか見ていられないわ。何かあったの？部屋を解消されちゃった。そうなんだよね。だからミチルさんとのペアを解消されちゃったんだ。なんだそれだけ？というか勝ち進んだのにペア解消した場合その先どうなるわけ？なんだって。うん、なんだかマモルちゃん今にもここから海に飛び込みそうな顔してたからもっと深刻な悩みかと思っちゃった。僕には大問題だよ。うん、でもどうして、なんで解消されちゃったの？振られちゃったんだよ。よくわからない。多分僕がミチルさんに負担をかけてばっかりだったから。マモルちゃんが邪魔になったってこと？もともとミチルさんは一人でも十分強いし、下手に僕が手を出すとかえって迷惑なんじゃないかな。だったら最初からペアなんて組まなければよかったのに。根本、根本のところ。それはそうなんだけど、まあ今さらそんなこと言っても仕方がないか。それでマモルちゃんはここで何をしているの？何って別に何も。ただこれからどうしようかなって。それで考えはまとまったの？全然。あ、何？私ね、いいもの持ってるんだ。いいもの？いいもの？危ないお薬じゃないだろうな。ほらこれ、じゃーん。マモルちゃん、クッキー食べる？クッキーか。ちょうどね、さっき焼き上がったところなの。ごめん、よかった。合法クッキーでよかった。今何も食べる気がしないよ。違法クッキーってあんのかい？ダメ。お腹が空いているから悪い方へ考えちゃうの。まあ、アイス一口でも食べて。インゴ、ね、みたいなね。アイスかっこインゴみたいな、あるからね。分かったよ。私も食べようかな。いやでもほんこれ、うわすげえ、なんかこのビリ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 って超電動クッキー。覚えてた？懐かしいでしょ。子供の時に作ったやつだ、超電動クッキー。うん、このクッキーはお姉ちゃんが僕に初めて焼いてくれたクッキーだよね。初めて。超電動、こうちょっと怖い、口に入れるの怖いんだけど。そうよ、ビリ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 ってするから。私マモルちゃんに食べてもらおうと思って一生懸命焼いたのよ。それなのにマモルちゃんたら、お母さんの作ったシュークリームの方が美味しいってひどいよね。ごめんね、あの頃は僕全然子供だったからうまく言えなかったんだよ。バニラ味がアノード、チョコ味がカソード、当時は大傑作だと思ってたのにね。うん、なんだかすごく懐かしい味がする。うん、お姉ちゃんの味だ。おお、お姉ちゃんの味ね。マモルちゃん、おんぶしてあげようか。なんでやねん。なんで急に。おんぶ、いいからいいから、ほらおいで。ちょっとちょっと、 いいよ恥ずかしいよ。いくら小柄だからといっても男なんですよ。ちょっとだけね、ちょっとだけでいいから。なんで急、マジか。知らないからね。まさかのおんぶイベント。よいしょっと。あ、え、モテる？大丈夫？ドテって、え、わあ、お姉ちゃん大丈夫？子供の時みたいにはいかないんだよ。潰されちゃった。やっぱりもう無理か、昔は平気だったのに。お姉ちゃん、そりゃそうだろうよ。ありがとう。でも絶対お姉ちゃんの方が背高いよね、マモルちゃんより。ん、何が？お姉ちゃん僕を慰めようとしてくれてるんでしょ。ああそっか。ああ、でも失敗しちゃったかな、昔みたいにはいかないね。なんか本当にね、いいキャラ、全然嫌味じゃない、なんか ライバル的ポジションでもあるんだけど、嫌味なキャラじゃないのがいいよな、お姉ちゃんな。階層入ります。あら大変、マモルちゃん転んじゃったの。いい、膝から血が出てる。おお、いいじゃん、富士宮さんの子供時代、ロリノミヤさん、ロリノミヤさん可愛いね、これ。な
号泣やないか。泣いて泣いたら泣いてないんだってば。おお、さすがは男の子だね。見事な痩せ我慢よ、マモルちゃん。痩せ我慢じゃないよ。そう？だったら泣き止みなさい。だから泣いてないってば。男の意地でございます、うん、いい子ね。泣き止んだらお菓子をあげるよ。お菓子？そう、またお姉ちゃんが作ったのよ。ほら、マグナムサブレ。何マグナム。マグナムサブレ、マグナム。バキューンになったけど、なんか強そうでしょ。ね、食べてみて。カルシウムがたっぷりだからきっと強い子になるよ。何なんだろうマグナムでしょ。ねえ、お母さんのシュークリームとどっちが美味しい？やっぱそこを気にするんだね。お母さん、ちぇ、やっぱりか。でもお姉ちゃんのも美味しいよ。でもやっぱりお母さんなんでしょ。うん、いつになったら勝てるのかしら。このままじゃおばあさんになっちゃうわ。僕、お姉ちゃんのお菓子大好き。うん、ありがとう。それじゃあ帰ろうか。うん、と、来た。あ、そっか、マモルちゃん足を怪我したんだっけ。大丈夫、歩けるよ。これで無理しない方がいいわ。おんぶだ。お姉ちゃんがおんぶしてあげる。いいよ、歩けるから。ダメよ、無理すると怪我したところから足が腐っちゃうんだから。本当？恐ろしいね。無理をすればね。だからね、相当無理すればね。よいしょっと。マモルちゃん軽いね。いいな、これまたいいな。いや、やっぱなんかこの2人の子供時代のこういうエピソードいいな、微笑ましい。おんぶしちゃって、マモルちゃんも可愛いな、本当に。これは男女言われるわ。そう？うん、きっとマモルちゃんと同じクラスだった男子たちはいろいろ性癖歪められたと思うよ。俺男好きになっちまったっつって。マモルちゃん可愛い。毎日あんなにお菓子を食べてるのに全然太らないなんて、まるで女の子みたいね。女の子は太らないの？そうよ、女の子はね、男の子と違って別腹っていうのがあって甘いものはみんなそっちに入るの。なるほど。だから太らないんだってママが言ってた。そっか、女の子ってすごいんだな。マモルちゃんは本当は女の子なのかもね。僕男だよ。同じセリフをリホコの前でも言えるのか。知ってるわ、一緒にお風呂に入った時確かめたもの。何を確かめたんですか。僕、ドスケベこら。うん、引っ張っても取れなかったし。引っ張った。本物の男の子よ。何してんだよ。引っ張っちゃったんだ。よかった。痛い。さあ王子様、私の背中の乗り心地はいかがでしょう。うむ、苦しゅうない。苦しゅうない。ねえマモルちゃん、何が見える？ほら、おんぶされてる分いつもより目の位置が高いでしょ。きっと見えるよ。何が？ね、未来。かっこいい。何その言い回し。未来が見える。未来って明日？そう、明日。マモルちゃん知らないの？地球の中心から離れれば離れるほど時間が早く流れるのよ。だからマモルちゃんは今私より10センチ先の未来が見えるの。それでね、10センチ先の未来は地球の時点で加速されてどんどん時間が早くなるの。身長高くなっていったら大変だね。じゃあ大人になると
子供の頃より時間が経つのが早いって言うでしょ。ほう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 。それは大人の身長が子供より高いからなのよ。そうだったんだ。そうだ。ああ、なんか今長年の疑問が謎が解けたような気がします。そうだったんですね。大きくなったから時間が早く感じるんだ。そうなんだ。へえ、ね、これうまい、うまい言い回しをするな。本当に何も変わったものは見えないよ。マモルちゃん、10センチ先の未来、目で見ているからよ。目を閉じてごらん。あ、目つぶった。ますます何も見えないよ。大丈夫、きっと見えるわ。お姉ちゃんが今マモルちゃんに魔法をかけたから。魔法？お姉ちゃんは魔法使いなの？そうよ。あれ、言ってなかったっけ？ノリがいいな。でもやっぱり何も見えないよ。おかしいな。私には見えるわよ。何が？私とマモルちゃんの明日。ほう。明日もね、私とマモルちゃんは一緒なの。二人でね、ニコニコ笑ってるの。いや、なんかすげえいいこと言ってんな。ずっとしあさってもその次の日もずっとずっと二人で一緒にニコニコ笑ってるの。うん、今日も楽しかったねって二人で笑ってるの。ずっと一緒？うん、ずっとよ。そうなんだ。うん、もし離れ離れになってもマモルちゃんが会いたいって思えば私は必ず会いに来るから。おお、なんかいい話、ジーンとくる。この回想釣ってたら寝ちゃってんじゃん、この子。マモルちゃん寝ちゃったの？そう、お姉ちゃんは僕が泣いているといつも慰めてくれた。ああ、お姉ちゃんの話してる言葉の意味はよくわからなかったけどね、優しさだけはすごくよく伝わったよ。そんなエピソードもあったんだね。それでいいんだよ。私はマモルちゃんが安心できればそれでよかったんだから。二人でニコニコしている未来を。ありがとう、お姉ちゃん。未来があってほしいね。なんだか僕元気が出てきた。そう、じゃあ宿に戻りましょうか。うん。あ、ちょっと。あ、お姉ちゃんもしかして怪我しちゃった？僕が押しつぶした時に足を痛めたの？うん、平気よ。ちょっと、え、これちょっと大会に響いてくんじゃない？大丈夫？ごめんね、僕おんぶしてあげる。あ、昔とは逆。大丈夫よ、すぐに治っちゃうわ。いや、おんぶしてあげなよ。ダメだよ、無理をしたら足が腐ってもげちゃうよ。まあ大変、どうしましょう。誰かさんに言われたのよ。だからおんぶしてあげる。ほら、お姉ちゃんおいで。じゃあ、おお、このおんぶイベントすごいいいな。いよいしょ。なんかその2人のエピソード、なんか関係の重みというか、体重の話じゃないよ。重みがすごいな。重ってよ、こら。女の子は太らないんだよ。マルちゃんひどいわ。そういうことは思ってても口にしちゃダメなんだからね。うん。冗談だよ。さ、帰ろう。マモルちゃんも男になったんだね。っていうのはきっとこんな感じなんだろうね。一人でうじうじ悩んでいた時が嘘みたいに、今の僕はニコニコ笑っている。きっとこれもお姉ちゃんが魔法使いで僕に魔法をかけたからなんだ。なるほど、お姉ちゃんは魔法使い。いい話だった。なんかここでエンディング流れてもいいぐらい。マモルちゃんいる？つってもまだまだあるんだね。ここエンディングでもいいよな。ちょっと一回ここでセーブしておきますね。さて、それじゃあ続きいきましょうかね。はい。あれ、お姉ちゃん？うん、いるよ。入っていいよ。でもとりあえず本当ミチルさんとはペア解消になったから、ここから先マモルちゃんがどうするかってことよね。まあ、ミチルさんはソロで参加するとして。うん、あのね、今日はほら
ら全国大会の2日目でしょ。もしかして本当にお姉ちゃんと？うん、でも僕にはもう関係ないから。私には関係あるもの。うん、あ、そういえばお姉ちゃんどうして着替えてないの？もうすぐ大会が始まっちゃうでしょ。それがね、困ったことになっちゃったのよ。ほう。困ったことって？ほら、この足を見て。え、あ、やっぱ足。あ、足の毛が巻いてる。まさか、もう痛めた足？マモルちゃんが乗るから、押しつぶすから、うん、そうなの。そんなにひどい怪我だったの？うん、お医者様が言うには、持ってあと2週間だろうってなんてこった。そう、うん、嘘、軽い捻挫だって。でも捻挫でも、びっくりした。大会、脅かさないでよ。パティシエファイトは結構ハードだからね。なんつっても火出すやつとかいるわけだから、うん、でもね、今日1日は立って歩いちゃダメなんだって。ほう。でもお姉ちゃん、僕の部屋まで歩いてきたんでしょ？ああ、それは大丈夫。片足で飛んできたから。面白いことしてんね。本当に？ぴょんぴょんしてたの？それより無茶しちゃダメじゃないか。そっちの方が負担かかりそうなんだけど。わかってるけど、でも私、今日は試合があるのよ。無茶だよ。うんうんうん、片足で跳ねながら戦うの？そうよね。いくらなんでも、それは無茶よね。そんな時の困った時の幼馴染でしょう。そこでね、マモルちゃんにお願いがあるんだけど、聞いてくれる？何？私の代わりに試合に出てくれないかしら。やっぱりそういうことか。ああ、そんなに驚くことかしら？どうして僕なの？だってこの足、マモルちゃんに潰されたのよ。それに私、他に頼れる人なんていないし。そっか。でも危険とかすればいいんじゃ。ここで危険するのはもったいないよ。ダメよ。この前マモルちゃん言ってたでしょ。いい加減な試合をすると、真剣に取り組んでいる対戦相手に失礼だって。そうだね。それはそうだけど、私ね、あの言葉で目が覚めたの。ああ、私が間違っていたわ。こんな形で ね、だって前年度チャンピオンが絶対に棄権したくないの。棄権だなんてね、なったら大会が大荒れだから。そりゃね、マモルちゃんが私のために戦うなんて正直うぜえよけって言うなら私は諦めるけどなんだその口調。そんなことないけど。大丈夫、私とのペアを組む登録変更はもう済ませてあるし今日の試合の代理選手登録もしてあるから。この大会のルールが分かんねえんだゆるすぎる。それってつまり誰でもいいんだもん。お姉ちゃんは最初から僕に戦わせる気でこの部屋に来たってこと？そうだよ、マモルちゃんはもうやるしかないんだよ。うん、お姉ちゃんの2回戦はマモルちゃんが出場や。釣って相手はどこと当たるんだ。まさかみちるさんじゃねえだろうな。さあ、お待たせしました。いや違うわ、みちるさんは。パティシエファイト全国大会第2回戦を開始したいと思います。第1回戦を勝ち残り、第2回戦に駒を進めたチームは彼女たちだ。さくら姉妹。まずは A チーム、さくら、みつき&むつきペア。素晴らしいセンスと抜群のコンビネーションを誇る双子のパティシエです、うん、これ本来だったらみちるさんがぶつかるんだけど。対するは B チーム、藤宮、玉木選手。あ、ここで藤宮選手がでもだったのですが、なんと藤宮選手は昨日負傷してしまい、本日の試合は欠場です。ところが藤宮選手欠場の噂を聞きつけ、我こそはと自ら代理を申し出てきた心優しき選手が一人、うん、ご紹介しましょう。ほぼ無理やりだったんだけどな。皆さんご存知の佐藤守選手だ。罠だ、これは絶対に罠だ。おまけにお姉ちゃんと来たら。分かったよ、今日の試合に出ればいいんだね。うん、ありがとう、マモルちゃん。もう元気そうだな。どうなったって僕は知らないからね。ああ、そうそう、私の代わりに出場するってことを忘れないでね。負けちゃ嫌よ。そうだよね、代理で出て負けるわけにはいかんよね。大丈夫よ、マモルちゃん器用だから。
当たり前のことを当たり前にこなすことができれば絶対に負けないわ。好き勝手に言ってくれるよ。やっぱりこれは罠だ。ご存知のように佐藤選手は若いながらも確実な仕事をすると評判の選手です。魔法の手を持つパティシエとまで言われる藤宮選手の代理としては全く申し分がありません。それではパティシエファイト全国大会第2試合の課題を発表します。はある意味リベンジマッチだね。一回ね戦ってるもんね。あ、プリン。プリンといえば今となっては子供のおやつの定番ですが、プリンだったらさ、藤宮さんだったら超得意料理だったのに。長い船旅で少ない食料を無駄にしないために船のシェフによってパンのくずから生み出されたのがプリングなのです。そうなの？現代においてはお菓子として定着し、バリエーションも増え、大人をも魅了する立派なデザートに進化してきました。そんなプリンが本日の試合ではどんな進化を見せてくれるのでしょうか。それではパティシエファイトレディー、ここ一緒にね、ゴ ー恥ずかしい恥ずかしい恥ずかしい、ゴーって言うとき恥ずかしい。よし、もうここは長期戦に持ち込もう。さくら姉妹は、むつきちゃんは15分が活動限界だ。ってまた厄介なメニューだな、うん、一度味を決めたらもうごまかしは効かないし、製法が単純なだけに味の差が出しにくい。だからといってお姉ちゃんのためにもここで負けるわけにはいかないし。そうだよ、お姉ちゃんのためか。そういえば初めてこの島に来た時、試食として用意されていたプリン、あれはお姉ちゃんが作ったプリン。あ、でもここで守るちゃんのね得意技コピーを使えば、とても鮮烈で、あの味どうやって出すんだろう。お姉ちゃんってボケーっとしてるように見えて実は結構計算高いから、人のプリンの味も緻密な計算の上に成り立ってるんだろうな。緻密な計算、そう考えるとなんだか僕がここでこうしていることも全部お姉ちゃんの計算のような気がしてきた、つまり何、僕はお姉ちゃんの手の上でわざと怪我していいように踊らされてるってこと。うわ、なんか急に腹が立ってきたぞ。くそ、もうこうなったらやけくそだ。一でも勝ってみせるぞ。頑張れ、守ちゃん。長期戦に持ち込めばムツキちゃんは、ムツキちゃんは倒れるから。っていたかと思えば、猛然と作業に取り掛かりました。いや、でもやる気が出たね、これで。これで火がついたぞ、守ちゃんに。佐藤選手、出遅れた分を一気に解消していきます。その様子はまさに危機迫るものがあります。鬼だ、パティシエの鬼だ。桃子ちゃんのように手から火を出すんだ。まるで彼女たちには佐藤選手の放つ巨大なオーラが見えているかのようです、うん、さあ一体この試合この後どうなってしまうのか。計算しろ、計算するんだ守る。気温、湿度、気圧、大気濃度、めっちゃ計算しとる。そんなところまで。加熱速度、熱浸透圧、カップの素材の熱伝導率と分散率、カップリムーバーの積層率、なんかすごいな。生地の排光性、生地の粒子密度、生地の分散率効力、そんなとこまで。思いつく限りできるだけ計算するんだ。細かい数値なんてわからない。そう考えるとパティシエってすごい。想像で保管していくしかない。お姉ちゃんならどうする。お姉ちゃんなら何をする。お姉ちゃんになったつもりで想像するんだ、うん、子供の頃からずっとお母さんのシュークリームを模倣し続けた僕だ。やればできるはずだ。そうだよ、ミチルさんのね、あのチョコのあれだってコピーしたし、さらにその上を行ったわけだ。何やらブツブツと独り言を言いながら作業しています。キモい、正直ちょっとキモいです。ちょっとキモいです。大丈夫なのか佐藤選手、試合時間はもうわずかです。果たして間に合うのでしょうか。できました。おっとさくら姉妹チームカウントダウンを前にして、今みつきちゃんしか出てこなかったけど、むつきちゃんはやっぱり倒れたんじゃないかな。佐藤選手は大丈夫か。そろそろカウントを始めさせていただきます。5 4 3 2。できました。ギリギリ1 0。タイムアップ。そこまで。
さあ計算で作ったこのプリン、さあどうかな、富士宮さんに届くかな。まずは桜美月、桜美月ペアの作品。おお、チョコ、ハートのチョコだ。かわいいこれ。生プリンです。生クリームと牛乳をふんだんに使うことで生まれる滑らかな口当たりが何とも言えない作品です。生プリン大好き。それでは審査が始まります。おいしそう。私たちの作品を食べてください。いや、むつきちゃんいるわ。生きてる、生きてるっていう言い方はあれだけど、いただくとするか。大丈夫だ。いただきます。これは、お前毎回そのリアクションだな、おめえらな。なんということでしょう。これはっていう、この口当たりの柔らかさは何としたことか。口に入れた瞬間にとろけ出して口の中全体に広がるこの甘み、メイプルソースのコクと合わさってとても奥深い味わいが生まれています。瞬時に溶け広がる食感と甘みが何とも後を引く。何度でも口に咲く。桜姉妹もね、実力は相当ある。二人組だからね。ごちそうさまでした。さて次は佐藤選手の作品です。プリンといえばこの味しかない。誰もが一度は口にしたことがあるであろうあの味、カスタードプリンです。いいね、シンプルで。どうぞ食べてみてください。チェリーが乗ってる。これはまたまさにスタンダードな。これはって言うと思うよ多分。そうですね、まるで教科書に載っているような普通のプリンという感じですね。これは絶対言うと思った。うまい、うますぎる。この味はまさに富士宮たまきのプリンだ。ついにお姉ちゃんのプリンをコピーした。そうです、このコピー能力やっぱマモルちゃんも一番の力だよな。言葉で表現のしようがないこの味は、すげえな。富士宮選手の味です。世界のトップパティシエの実力をもってしても再現不可能とまで言われた味を佐藤選手が、これがマモルちゃんの実力や。とても信じられることではない。我々の目の前というごまかし言うならば、食えば食うほど強くなっていくよね、マモルちゃんはね。コピーしちゃうんだもんね。藤野選手が魔法の手を持つパティシエなら、佐藤選手は神の舌を持つパティシエと言えるでしょう。なるほど、実に素晴らしい。魔法の手と神の舌、なるほど、確かにそんな二人組だよな。ごちそうさま。魔法の手と神の舌か。へえ、これはもらった。どうやら審査結果が出たようです。パティシエファイト全国大会第2回戦の覇者は10対8です。お、佐藤選手の勝利です。素晴らしい、おめでとうございます。さすがは佐藤選手、見事に藤宮選手の代役を務め第2回戦を突破です。惜しくも負けてしまった桜姉妹にもその健闘をたたえ、プリンっていうお題がここで出たのも良かったね、運が良かったね。お姉ちゃん勝ったよ。ふひー、ふひー、なんとかうまくいったみたい。冷や汗かいちゃったよ、頭痛い。おめでとう、マモルちゃん。お疲れ様。あれ、お姉ちゃん、足は大丈夫なの？え、ああ、うん、これやっぱり嘘だったのか、本当に本当に絶対に嘘だよ、それ全部嘘なのかよ。ね、さっき注射を打ってもらったから今はもう平気なのよ。いや、計算だな、お姉ちゃんの。なんとか勝てたからいいけどさ。うん、うん、会場で見てたわ。それとね、マモルちゃんの作ったプリンもらって食べたわよ。おう、どうだった？どうって普通よ。私がいつも作るプリンと同じ味だったわ。まるで自分が作ったみたいで、すごいな、なんか変な感じね。あれ作るのすごく苦労したんだよ。神の舌、それをあなた普通って。それをあなた、当たり前のことを当たり前にこなせばできる。魔法の手だからね。それって普通でしょ。お姉ちゃんの普通は他の人の普通と違うって自覚した方がいいよ。やっぱこう実力的に言ったら最強の二人だよな、この二人は。でも
作り方とか何も知らなかったのに、ね、それはもう優勝間違いなしでしょ。マジでマモルちゃん、あれだけ上手に作れるなら今までのしかもマモルちゃんにお願いしよう。あやかちゃんとか吉野とか何だったんだっていうレベルでレベルでなんかもうやめてよ、実力が違うよな。お姉ちゃんの代わりは計算の連続で頭が痛くなる。お菓子作って知恵熱出すのって初めてだよ僕ほらね、何が？みんないつも私のことボケーっとしてるって言うけど違うのよ、うん、私の場合は何も考えてなくてボケーっとしてるんじゃなくて考えすぎて反り落ちしてるだけなのよ。天才なんだやっぱり。ああそうそう、ね、どうだった？試合は楽しかった？楽しいっていうか疲れたでもいい勉強になったでしょ。そうだね、僕今までああいう作り方はしたことなかったし、これも一つの経験かな。それが楽しくなってくれば。でも次はもう決勝戦だよ。マモルちゃんはどんどん上手になるよ。お姉ちゃん、どうすんだ？それを僕に教えるために仮病を使ったの？いやだ、何の話？あー足が痛いお姉ちゃんそれ反対の足反対の足あれ、そう？まあいいじゃない。処理落ちしてる処理落ちよくないよ。なんだかな、結局はお姉ちゃんに振り回されたってことか、うん、まあ確かにいい勉強はさせてもらったと思うけど。そうだと思うよ。もし僕が負けちゃったらどうするつもりだったんだろう。負けるとは思わなかったんじゃないかな、お姉ちゃん。ここまで計算できるお姉ちゃんなら勝つと信じてたんだろうな。おひー疲れたな。おひーおひー、今日はもうコルネオみたいになっちゃって。お風呂に入って寝ちゃおうかな。お待ちなさい、この泥棒猫おっとおっとおっと、あれこの声は泥棒猫。あ、やっぱりミチルさんだ。やっぱりこの二人が揉めておる。相手はお姉ちゃん。泥棒猫言うとたよ。泥棒猫って私のこと？他に誰がいまして、あなたどういうおつもりですの？何のことかわからないわ。またしてもこの二人が激突。話さないでくれる？おとぼけじゃありませんわよ。わかっているのでしょ？マモルちゃんのことでしょ？マモルちゃんのこと？そうですわ。今日の試合、あれはどういうことですの？あなたが見たものがすべてよ。何がわからないの？どうしてあなたの代わりにマモルさんが出場していたんですの？私が怪我をしたからよ。お話はそれだけ？お待ちなさい、許しませんわよそんなこと。泥棒猫、どうして？ペアを解消したあなたには関係ないでしょ。あ、またそんな煽るようなこと。あなたが守さんをそそのかしたに決まっていますわ。なんていやらしい。いやらしい、いやらしいことなのか。それは聞き捨てならないわ。私が守ちゃんに何をしたっていうの？だいたいフリーになった守ちゃんが誰とペアを組み直そうと守ちゃんの勝手です。逃げ出したあなたが怒る筋ではないわ。逃げ出したなんて言っちゃった。だからといってどうしてあなたと。絶対に許せませんわ。だからどうしてあなたにそんなことが言えるの？守ちゃんはあなたのものなの？そうですわ。守さんは私が目をかけてここまで育ててきたのです。守ちゃんはみちるさんのものやった。横取りって何？泥棒猫。面倒になってマモルちゃんを見捨てたくせに何を偉そうに。でも今日のお姉ちゃんは一味違う、かなり言うね。あの時の私は気分的に気がめいっていまして、仕方がなくペアを解消しただけですわ。別に見捨てたわけでは。そんなの言い訳だわ。最後まで面倒を見れないなら最初からちょっかいを出さないで。おお、バチバチやっとんな。なんかすごいことになってるぞ。修羅場です、修羅場。これってやっぱり僕が原因なのかな。うん、まずいな。なんとか喧嘩をやめさせないといやでも困ったな。こんな現場に喧嘩はやめてとか叫びながら飛び込もうものならやぶ蛇になりそうだし。そうだね。
とにかくもう少し隠れて様子を見よう。様子見って。だいたいね、私はあなたのやり方が曖昧から気に入らなかったの。ちょっとちょっとお姉ちゃん、私の何が気に入らないと。ちょっとヒートアップしてきちゃったよ。これ止めた方がよくない？マモルちゃんに先輩ずらして指導するのはいいけど、教え方がまるでなってないわ。あなたマモルちゃんの才能を枯れさせる気？なんですって？私のどこがいけないっておっしゃいますのよ。全部よ全部。偉そうにお説教して怒鳴り散らしてポンポン殴ってそのくせマモルちゃんが悩んでいても何も教えないで自分で考えろ。あなたバカね。うわめっちゃ言う。バカとは。今時職人なんて古いのよ。何も教えないし技は師匠から盗むものだなんて考え方戦前の発想だわ。あなたいくつ？年サバ読んでるでしょ。ちょっとお姉ちゃん言い過ぎじゃない？どうした？ブチ切れてんじゃん。珍しく。なんですって。みちるさんがな。私は何も意地悪をして教えないのではありませんわ。自分で考えて悩み抜いて、ちょっとそこから得られる回答の重要性を説いているのです。問題だけ出して解き方を教えない教師がどこにいるの？まずは自分で考えることの楽しさを教えるべきだわ。二人の考え方の違いが大激突だね、ここで。あなたが専門学校の講師になればさぞ優秀な生徒を育てるでしょうね。ほんとライバルだな、この二人は。7時間をかけて球体依然とした職人を育てるのは上手そうね。なんですって。何よ。うわマジ喧嘩、これはやばい。やばいぞ。守るみちるさんが怒鳴り散らしているのはいつものことだけど、うん、姉ちゃんがあんなに大声で怒ってるの初めて見た。珍しいよね、あんなに言い返すなんて。どうしよう、完全に出ていくタイミングを間違えちゃったね。今僕が出ていったらえらいことになるような気がする。どうしてこの私があなたにそこまで言われなければいけませんの？だいたいあなたこそマモルさんの何なんですの？私はマモルちゃんのお姉ちゃんよ。お姉ちゃんが聞いて呆れますわね。結局のところあなたは私とマモルさんの間柄に嫉妬しただけではなくて。おっと、みちるさんのターン。みちるさんが攻め始めた。違うわ。何が違うとおっしゃいますの？めっちゃ修羅場だけど、でもやっぱこの二人の絡み面白いな。私はね、あなたがマモルちゃんのことを大事にしてくれて、やっぱ真逆の二人だもんね。ずっとマモルちゃんを愛し続けてくれるなら、あなたに全部任せてもいいのよ。愛し続ける。綺麗事に聞こえましたよ。嘘じゃないわ。だって約束したから。約束？約束？おばさま、私にお話って何？お母さん？うん、玉木ちゃんにはいつも守の面倒を見てもらってるから。なんかお母さんもうだいぶちょっと病気がやばそうだね。私をわざわざ呼び出してまでどうして急に？もうあまり時間がないから。え？おばさま死んじゃうの？玉木ちゃんは察しがいいから話が早くて助かるわ。そんなの困るわ。おばさまが死んじゃったらマモルちゃんかわいそう。うん、だからね、玉木ちゃん、マモルのことをお願いできないかしら。こんなこと言われてたんだお母さんに。嫌よ。あら、どうして？おばさまが死んじゃったらマモルちゃん絶対に泣くもの。私嫌よ、そんなマモルちゃん見るの。それに私まだおばさまには勝てないもの。今おばさまが死んじゃったら勝ち逃げじゃない。そんなの絶対許せない。ごめんね。でもこんなことお願いできるの玉木ちゃんだけなのよ。私にマモルちゃんのお母さんになれっていうの？今まで通りでいてくれればそれでいいのよ。マモルが傷ついたり
悩んだりしていたらそばにいてくれるだけでいいの。いやよ、めんどくさいもの。めんどくさい。そんなこと、おば様が早く元気になってご自分でなさればいいのよ。できることならそうしたいわ。あ、重いな。どうしても。え、これは悲しい。ごめんなさい、母親失格ね。私に謝らないで。謝るならマモルちゃんに謝って。わかってるわ。でも薬と機械で無理やり生かされている私のこんな姿、そんな感じになっちゃってんだ。もう私だって見たくなかった。だからごめんね、玉木ちゃん。お願い。分かったわ。そう、ありがとう。でもそれは私がおば様に勝つまでよ。いつか私がおば様のシュークリームを超えることができたら、まもるちゃんのお母さん代理はやめるわ。お母さん代理。それでもいい？いいわ、まもるをお願いね。うん、約束ね。おー、そんな約束があったとは。だから私は、私以上にマモルちゃんを愛してくれる人なら、またお母さんはお母さんで、マモルちゃんのことをお父さんには一切任せないっていうところがね、なんか家庭の複雑さを感じさせるよね。うん。近所に住む玉木ちゃんに全て任せるっていう。でもあなたには、絶対にマモルちゃんを渡すわけにはいかない。そっか、だからここで。過剰に愛情を押し付ける母親は嫌われましてよ。おお。私だって、いつまでも母親でいる気はないわ。明日の試合、負けませんわよ。あなたを任して、一生母親のままにして差し上げますわ。楽しみにしてらっしゃい。いやー、ここに来て、この二人のね。ママルちゃんいるんでしょ。あら、出ていらっしゃい。バレてた。どうして僕がいることが分かったの。わあ、びっくり。冗談で言ったのに本当にいたの。冗談って僕がいるの知らなかったの。うん、知らなかったわ。何でも言ってみるものね。ねえ、よく独り言でいるんだ、分かってるぜっていうやつね。そしたら本当にいたんだ。聞いてたんだ。うん。ねえ、まもるちゃん、私明日の試合絶対に負けられなくなっちゃった。ねえ、またみちるさんとの戦いの重みが変わってきたね。見ててね、明日の試合できっと勝って答えを出してみせるから。いや、これまたまもるちゃん争奪戦だわ。うん、知らなかった。お母さんとお姉ちゃんがそんな約束をしてたなんて。うん、お姉ちゃん明日の試合で答えを出すって言ってたけど、どうなっちゃうんだろう。いや、これは決勝戦が楽しみだぞ。どうなってくんのかな。お姉ちゃん。あ、まもるちゃん。お、試合前。いよいよ決勝だね。うん、なんだかドキドキしてきちゃった。変ね、私今までこんなに緊張したことないのに。お姉ちゃん震えてるの。え、初めて緊張してんだ。いやだ、気がつかなかったわ。どうしよう、震えが止まらない。もっと気楽に行こうよ、いつもみたいにさ。うん、でも自分じゃどうにもなりそうもないわ。こんな不安がってんのも初めて見るもんね。私怖がってるのかな。そうだ、勝利のおまじないしておく。ちょっと不動洋菓子に不動洋菓子のおまじないのことじゃないだろうな。おまじない。それはちょっと、うん、うちの学校の伝統なんだって。うちのクラスのおバカな子に教えてもらったやつ。始まっちゃうよ。どうするの。始まっちゃうよ。お姉ちゃん目を閉じて。おい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 、あ、ちょっと近い。
近い、チューしちゃった。大丈夫、お姉ちゃんなら勝てるよ。当たり前のことを当たり前にこなせれば普通に勝てるって僕の尊敬する人が言ってた。あー、尊敬する人がね。かわいい、お姉ちゃん。いやだ、それ私。僕は信じてるよ、お姉ちゃんは誰にも負けないって。うん、ほら、想像して、優勝して大きなトロフィーを抱えてインタビューを受けている自分の姿を。ここで守ちゃんがこう勇気づけるの、いいな。勝ちをイメージする、それが大事なんだ。イメージ、どう？とても素敵ね。でしょ。あ、何？私トロフィー落として壊しちゃった。何を？あ、大変、私偉い人に怒られてる。すごい、10センチ先の未来を見てるね。ね、いや、そこまで想像しなくても。どう、少しは落ち着いた？いきなりなのね。でもマモルちゃんからキスしてくれたの初めて。キス自体はね、子供の時にしちゃってんだよね。お姉ちゃんの気分にさせて、うん、悪い子。これいいな、悪い子かわいい。お姉ちゃんならこれはキュンとくる。大丈夫、自信持って。それに僕がそばにいるから。もうミチルさんは完全放置やないか。もあれ、忘れたの？僕今はお姉ちゃんのパートナーなんだよ。お、僕も一緒に試合に出るよ。マジか。お前も出ちゃうんか。うん、ありがとう。まあまあ仲よろしい。見せつけちゃいましたわ、ミチルさん。ミチルさん、今回のミチルさん散々だろうな、これ。え、何？今日は負けませんわよ、必ずあなたにギャフンと言わせます。これでミチルさん負けたら本当もう再起不能。あ、というか負けちゃうかも。大丈夫なのか、ミチルさん。何ですの？お姉ちゃんは負けませんよ。あなた、この私に向かってそのような意地悪を。うん、でもほら、勝負だし試合だし、勝者がいれば敗者もいるわけで、別に意地悪とかそういうつもりじゃ。マモルちゃん、いじめは格好悪いよ。いじめ？わあ、お姉ちゃんまで。じゃあミチルさんも頑張ってください、応援しますから。複雑な立場だな、これも。ちょーって、まるで何かのついでのように。ひどいわ、マモルちゃん。あなたどっちの味方なの？もうマモルちゃん、マモルちゃんはどうすればいいのか。僕は僕の味方だよ。まったく、もうお姉ちゃんとミチルさんって普段は仲が悪いくせに、どうしてこんな時だけ息が合うんだろう。でも決勝戦はもうお姉ちゃんとペアを組んでミチルさんと勝負すると。さあ、ついにこの時がやってまいりました。全国パティシエスクールの頂点に立つパティシエが本日決定されようとしています。ミチルさんも頑張ってほしいけど、相手は魔法の手と神の舌だぞ。まずは前年度準優勝者、龍崎ミチル選手です。うん、前回の大会では惜しくも優勝を逃し、苦渋の涙を飲んだヒューンの戦士。そして私は突然のペア解消のヒューン続きです。本当にね、ミチルさん、ミチルさんズタボロや。もうそのヒューンを払拭できるのでしょうか。うん、そしてそんな彼女に挑むのは藤宮玉樹&佐藤守ペア。せめてさ、彩香ちゃんか吉野、まあ彩香ちゃんかな、彩香ちゃんがペア組んであげれば。急遽組み合わせが決まったこのチーム、皆さんご存知のように佐藤選手はもともとは龍崎選手のパートナーでした。そうだね。突然の裏切りとも思えるこの移籍劇、二人の間に一体何があったというのでしょうか。これはいろいろな意味で興味深い対戦カードです。そうだね、これはもう。それでは最終戦の課題の発表です。最終戦、自由課題。出た、フリー。自らの能力のすべてを注ぎ込んだケーキ、それこそがこの全国大会のフィナーレを飾るのにふさわしいケーキです。
ペアを組んでのフリーってことは作るものはもう一つしかないでしょう。潜在能力のすべてを引き出し究極の味を完成させるのは果たしてどちらの選手なのでしょうか。それではパティシエファイト全国大会最終戦、皆さんご一緒に、ご一緒にレディーゴ ー。恥ずかしい恥ずかしいここのゴー恥ずかしい。いやしかし始まった決勝戦。いよいよ始まりました決勝戦。まずは龍崎選手を見てみましょう。ミチルさんルートの時はね、ミチルさんの高笑いっていう勝利演出がありましたけどね。さあ対する富士宮&佐藤ペアを見てみましょう。はい、自由課題か。お姉ちゃん何するか考えてあるの？これはもう間違いなく、ですよ、シュークリームにしましょうか。だと思った、絶対そうだよ、シュークリームだよ。マムルちゃん好きでしょ？大丈夫、今度こそ美味しいのを作るから。今こそお母さんのシュークリームを超える時が来たんじゃないのか、ね、これついに。分かった、僕は何をすればいい？いいの、マモルちゃんはそこで見ていて、これは私の勝負だから。あ、見てるだけでいい、ね、いい子ね、すぐできるわ、ちょっと待っててね。あ、お母さんになってるお母さんになってる。これは一体どうしたことでしょう。富士宮佐藤ペア、作業を開始したのは富士宮選手だけです。佐藤選手はそんな富士宮選手を背後から見守っているだけです。これも何かの作戦なのでしょうか。なるほどね。なんだろう、僕はこんな光景をどこかで見たことがある。あ、そうか、お母さんだ。お母さん、ちょっと感動して泣きそうになった今。なんか、間もなく終了時間です。カウントを始めさせていただきます。あ、もう終わるよ。5、4、3、完成しましたわ。ミチルさん完成。私も完成です。そしてお姉ちゃんことお母さんも完成。審査に移りたいと思います。もうこれ審査どうこうっていうよりも、まずは龍崎みちる選手の作品から。甘い思いがふんわりとしたシューに閉じ込められたシュークリームです。みちるさんもシュークリーム？繊細にして言う。これシュークリームバーサスシュークリームになったの？まさに龍崎選手そのもののように気品ある。これみちるさんは何を思ってシュークリーム作ったのかな。それでは審査が始まります。校内パティシエフェスではね、そのシュークリームに負けて。さあどうぞお召し上がりください。これマモルちゃんの味をコピーしたんじゃないのかな、ミシロさん。これはまたなんて優美な作品なのでしょう。まさに龍崎作品といった感じです、ね、コピーしつつ自分の味を出していくっていう。これは素晴らしいです。見た目だけではなく味の方も優雅そのもの。重すぎず軽すぎず、口に入れた瞬間に全体に広がる、ふんわりとしながらもしっかりとした食感。見事なバランスだ。生クリームとマロンクリームの絶妙な配合が。でもやっぱりミチルさんもその戦いを経てめちゃくちゃ強くなってるよね。真に強い、ライバルが必要なんだ。実に素晴らしい作品だ。ごちそうさまでした。さてそれでは富士宮&佐藤ペアの作品です、その名を聞けば誰もが思い出すあの形、これぞシンプルイズベスト。こちらも定番シュークリームです。シュークリーム対決、どうぞお召し上がりください。これはまた見事に何の変哲もない。そうですね、富士宮選手の作品といえば毎回このような感じですね。お前らそればっかじゃねえか、リアクション。これはまたなんとも懐かしい味だ。懐かしい味、まるでいつかどこかで食べたことがあるような、そんな不思議な、お母さんのシュークリームや美味しさが感じられます。
あ、涙演出が出たぞ。なぜだ、このシュークリームを食べていると、なぜだか涙が止まらない。わかる、わかるよ。胸の奥にそっと隠れていた切ない感情がよみがえるようです。ごちそうさま。このリアクションを見るに、どうやら審査結果が出たようです。結果はもう分かったような感じだな。シエが自らの限界を引き出して戦い抜いてきたこの大会、その戦いに今終止符が打たれようとしています。結果は果たして悲運のヒロイン龍崎みちる選手か、悲運それとも悲運言うなよ、天才の称号を欲しいままにしてきた藤宮&佐藤ペアか。果たして栄光は誰の手に。勝者龍崎みちる選手。あれ、あれ嘘、どちらが勝利を手にしてもおかしくない、まさに全国大会決勝と呼ぶにふさわしい試合の中、龍崎選手嘘、昨年の屈辱を見事に晴らすことに成功しました。絶対お姉ちゃん勝ったと思った。え、みちるさんが勝ったの。優勝した龍崎選手と素晴らしい戦いを見せてくれた藤浪や佐藤の両選手にも今一度熱い拍手をお願いします。これはちょっと予想外。それでは予想外来たな。全国大会これにて幕を下ろさせていただきます。みちるさん優勝、負けたよ。はあ、はあはあはあ。負けちゃったね、お姉ちゃん。うん、惜しかったけど残念だったね、お姉ちゃん。ううん、そうでもないわよ。試合には負けちゃったけど、今日のシュークリームは今までで一番の出来だもの。やっぱその審査員が食べて一番っていうものではなくて、マモルちゃんにとって一番のシュークリームっていうものを目指して作ったのにはちゃんと理由がある。どんな実はね、このシュークリームごめん、俺全部言っちゃったけど、そういうことだよね、きっとね。食べる人を選ぶ。ねえ、マモルちゃん、食べてみて。うん、パク、もぐもぐ。これは、また審査員と同じリアクション。これはこれ、お母さんの味だ。おお、お母さんの味、間違いないよ。これ本物のお母さんの味だよ。本物うん、そうよ、この味がね、本物のお母さんになった。ずっと探していた味よ。すごいよお姉ちゃん、これどうやって。簡単よ、ネタバラシしようか。じゃーん、ほらこれ見たことない。あ、それはお母さんのレシピ帳。え昔ね、おばさまから受け継いだの。マモルちゃんの面倒を見る約束と引き換えにね。へえ、そっか。じゃあどうりで、なるほど、散々探しても見つからなかったわけだね。そっか、お姉ちゃんはそれを見ながら作ったんだ。じゃあ作ろうと思えば再現はいつでもできたんだ、お姉ちゃんは。そうね、でもこれに特別な製法は書いてないわよ。記されているのはごく普通のシュークリームの作り方。それを決勝戦で作った。でもこの味は。じゃあ少し読んで聞かせてあげるね。うん、お母さんのレシピ帳。5月12日晴れ、今日もまたマモルにシュークリームを作る。マモルは本当にシュークリームが好きだ。前回作り与えた時にマモルは食べながら何度もミルクを口にした。多分甘すぎたのだろう。今回はショートニングの量を少し。お母さんになっていった。今の演出いいな。するとマモルは喜んで3つも食べた。これ泣いちゃうやつ、泣いちゃうやつだこれ。少し食べ過ぎだ。甘みを抑えたせいで満足感が薄れたのが原因だろう。お母さんも頑張ってたんだね。6月2日、マモルちゃんの好きなっていう。昨日の夜の夕食に出したかぼちゃの煮付けをマモルが残した。マモルはかぼちゃが嫌いなのかもしれない。
試しにかぼちゃのペーストを生地に練り込んだソフトクッキーを作り食べさせてみる、うん、一応は食べてくれたもののあまり食いつきは良くない。いやこの今は亡きお母さんの日記、これはジーンとくるな。何それ、僕のことばっかり。そうだね、そうよ、これはねレシピ帳っていうよりはマモルちゃんの育児日記ね。育児日記、マモルちゃんの味の好みとかどうすれば喜んで食べるかとか書いてあるのはそんなことばかりよ。それってつまり、そう、おばさまのシュークリームはマモルちゃんの好みに合わせて完璧にチューニングされた味なのよ。いや謎が解けましたね、そういうことだったんだ。マモルちゃんにとって最高の味が他の人にも最高というわけではないのね。お母さんが一生懸命作った、全部マモルちゃんの好みに合わせて作られてたから。完璧な僕の好みか、なるほど。なるほどだね、これは本当なるほどなるほどと思うわ、うまいな。おばさまがマモルちゃんを思う心の味かな。おいしくないはずがないわ。私もねマモルちゃんを思う心なら誰にも負けないつもりよ。それはこのシュークリームの味が全て物語ってるよ。うん、でもやっとおばさまと同じ位置に立つことができただけよね。あとはどうやって追い越すかが今後の課題ね。会社のあなたはこんなところで何をしていらっしゃいますの？優勝者が浮かれてやってきたぞ。あ、みちるさん、なんだろうな、この勝負に、試合に負けて勝負に勝った感どうですの、まもるさん、私見事に優勝を決めましたわよ。すごいね、でもみちるさんすごいね、優勝さすがです、おめでとう、うん、そうでしょう、そうでしょう、とも、この私めちゃくちゃ喜んでる。今まで以上にもっと尊敬してもよろしいのですわよ。みちるさんが幸せそうで何よりです。おめでとう、龍崎さん。ありがとうございますわ、玉木さん。あなたも努力はしたようですけど、所詮、私の敵ではなかったということですわね。そうね。はい、ギャフンギャフン。ギャフン、バカにしとる。バカにしとる。ムカつきますわね。あなた負けたくせになぜそのようにヘラヘラと笑っていられますの？うん、私は満足できる味にたどり着くことができて、それをマモルちゃんが美味しいって言ってくれたからそれで十分よ。トロフィーはミチルさんが持ってったけど、マモルちゃんはお姉ちゃんが持っていくと。それに龍崎さんには悪いけど、私試合はどうでもよかったの。私の本当の審査員はマモルちゃんなんだから。おお。負け惜しみよ。本当なんですよ。お姉ちゃんは僕のために完璧なお母さんの味、完全に僕好みの味を作ってくれたんです。お母さんの味？食べてみる？いただきますわ。あ、うん。完全にマモルちゃん好みのシュークリームってことだから、多分みちるさんが食べたとて。どうって、あ、やっぱ普通に感じるんだね、うん、どこにでもある普通のシュークリームですわよ。あれ、美味しくない？まずくはないですよね。あ、もしかして龍崎さん、お母様はお忙しい方？そうですわね、母は17の会社を切り盛りしています。とんでもねえなそっか、それが一体何だとおっしゃるんですの？今あなたが食べたその味、覚えておいた方がいいわよ。それがいわゆるお袋の味ってものよ。お袋の味。お袋の味？これが。ああ、富士宮さん、こんなところにいたの？探したわ。先生が来た、ここで。はい、あなたの学校の校長先生から電話が入ってるわ。すぐに戻ってね。え、はい、すぐに行きます。ああ、負けたのがもうバレちゃったのかしら。やれやれね。お姉ちゃん、ごめんね、マモルちゃん、私もう帰らなきゃ。え、帰るって？
そういえば住んでるとこ全然別々だったね、うん、うちの学校厳しいから負けたらすぐに帰らなきゃいけないの。お待ちなさい。お、ん、何、私急ぐんだけど。まだ聞きたいことがありますのよ。何？シルさん、お袋の味だかなんだか知りませんけど、あなたの実力ならこの味をベースにさらに進化させることもできたはず。うん、そうね。あなた、なぜあえてそうしませんでしたの？わからないわ。わからないけど、多分。そうね。私は、もう少しお母さんごっこがしたかったのかもしれないわね。おお。なるほど。それじゃあね、まもるちゃん。さよなら。お姉ちゃん、ありがとう。元気でね。お母さんごっこか。ほら、そんな寂しそうな顔しないの。またすぐに会えるわよね。なんかみちるさんは追いかけっこでね、お姉ちゃんはごっこ遊びっていうようなさ。へえ。そう言ってお姉ちゃんは他の参加者より一足早くこの島を出て行った。残った僕たちは翌日、龍崎みちるの優勝祝賀パレードに参加した。パレードになっちゃった、ついに。舞い散る紙吹雪の中、みちるさんは真っ赤なオープンカーの後部座席に座って。すごいことになってんじゃん。沿道に詰めかけた人たちの声援に大きく手を振って答えた。みちるさんに横に乗らないかと言われた時、断っておいてよかったとその時僕は正直に思った。それからさらに2日、全国大会の疲れを温泉で癒して、僕たちは不動洋菓子学校へと戻ってきた。ああ、南の島から帰ってきました。どうぞ。あ、校長。失礼します。あら、守くん、全国大会お疲れ様。はい、ありがとうございます。あなたが頑張ってくれたおかげで、うちの学校が優勝、準優勝と獲得することができたわ。は、準優勝って僕が？ああ、一応ペアで出てたから。あなたが龍崎さんとのペアを解消してくれたおかげね。でも僕、決勝は何もしませんでしたよ。いいのよ。あなたはその前の日に一人で勝利を勝ち取ったでしょ。それだけで準優勝は決定していたのだから。はあ、そういうものですかね。ところで、あなたは何をしにここへ？不動洋菓子、学校的にはそうだよね、すごいことだよね。え、何言ってるんです？僕が帰るなり、いきなり呼び出したのはユリアさんでしょ。あら、そうだったかしら。何か大事な話があるって聞いてますけど、何ですか？大事な話って、うん、何だったかしら。あの、覚えてないんですか？大事な話があったことは覚えています。でも、それが何だったはよ言えや。何どうしたの？そんな、だったら僕何しに来たの？ごめんなさいね、最近少し物忘れがひどくて。まあいいです、気にしないでください。星には誰も勝てませんよ。そうね、最近は耳も遠くなって。年のことは言っちゃいかんぞ。守くん、今あなた何ておっしゃいました？ユリアさんは優しいから大好きだってそう言っただけです。うん、あなた、そういうところはお父様にそっくりですね。お父さんはそんなの？僕のお父さん、ユリアさんに大好きだって言ったの？え、もう結構よ。要件は思い出したお父さん、謎なんだよな。もう部屋に戻ってゆっくり休みなさい。はーい、失礼しました。何だったの、大事な用。部屋。ふぅ、やっと帰ってきたよ。プレハブ。たとえこんなボロ部屋でも、久しぶりに戻ってくるとなんかいい予感がする。それから不思議だよね。いい予感がする。とにかく疲れちゃったし、部屋に入ってゆっくり休もう。あれ、鍵が開いてる。いい予感がする。おかしいな、
出かける前にちゃんと鍵をかけたはずなのに。まあいいか、どうせ泥棒が入っても取るものなんてないしね。ふう、疲れた。ただいま。あ、ママルちゃん、おかえりなさい。やっぱりいると思った。うん、ただいま。って、って。お姉ちゃん。何をそんなに驚いてるの？なぜここに？なんでお姉ちゃんがここに？え、あれ聞いてない？何を？何が？なんで？そうそう、佐藤さん思い出したわ。あなたには今日からこの部屋で藤宮さんと一緒に暮らしてもらいます。一緒に暮らすの？どうして？もしかしてこっちの学校に？嫌とかそういう問題じゃなくて、なんで？彼女ね、今回の全国大会で優勝を逃して前の学校を除籍になっちゃった、うん、学校厳しすぎるわ、その学校。どうして？めちゃくちゃやな。その実力を買われて全国大会の優勝を条件に今まで学費を免除されてたのだけど、うん、あ、そうなの、学費免除。でも今回は負けてしまって、学校側は手のひらを返したように今までの学費を払えって言ってきたのよ、うん、へえ。そんなこと言われても結構私お金なんてないから。ひどい学校だね。困るのよね。そこで私が声をかけて拾ってきたというわけなのよ。彼女ならうちの学校の即戦力として申し分ないでしょ。うん、そりゃそうかもしれないけど、だからってなんで僕の部屋に？だって彼女学費が払えないって言うんだもの。仕方がないでしょ。私ね、両親には学費はいらないって言っちゃったから、今さらやっぱり出してなんて言えないでしょ。同棲が始まっちゃうよこれ。間違ってます、絶対変です。だって僕男だよ。この学校での書類上、あなたは女の子です。問題ありません。問題ないのか。そんな。これはもう決定したことよ。諦めなさい。もう新婚生活だよこれ。藤宮さん、佐藤さんと仲良くね。子供ができない方がおかしい。はい。いやでもこれから毎日お袋の味だよ。お姉ちゃん、ほんと一緒に。慌てふためく僕の姿を見ながら隠れてクスクス笑ってるんだ。でもこう藤宮、不動洋菓子に来たってことはね、みちるさんとも同級生になってくるっていうところだよね、きっとね。お姉ちゃんは平気なの？その辺も面白そうだな、考えると。私はむしろ嬉しいぐらいよ。こうしてまたマモルちゃんのそばにいられるんだから。またすぐに会えるわって言ったら本当にすぐ会えたね。何でも言ってみるものよね。そうだね。お姉ちゃん、あら、誰かしら。トントンって来たけど。ママルさん、あ、出た。いらっしゃい。来たよ、優勝者が来たよ。みちるさん、お土産で買った温泉まんじゅうなんですけど、よかったらご一緒に。もうとことんこの二人はライバルだな。はあ、あなた、たまきさん。あら、龍崎さん、ご機嫌よ。いや、なんかここでみちるさん来てくれるのなんか嬉しいわ。ここで何をなさってますの？何って、ここ、今日から私も住むことになったの。なんですって。なんかね、本当ですの？みちるさんこういう役似合う、本当に。なんですってっていう。冗談じゃありませんわよ。あなたという人はこの私というものがありながらこのような女を部屋に引き入れるなどと。別に仕方がないんですよ、校長命令なんですから。しかもそれだけならまだしも一緒に住むですって。そんなこと、この私が許しませんわよ。うん、そうね。確かに二人で住むには少し狭いかしら。プレハブだからね。そういう問題ではありませんわ。困ったわ。この狭さじゃベッドを二つ入れるのは無理よね。マモルちゃん、一緒に寝る？始まっちゃうよ。シュークリームができちゃうよ。それはさすがにちょっとまずいのでは。もうみちるさんの前でラブラブイチャイチャっぷりを。全然大丈夫よ、私割と寝相はいい方だから。冗談じゃありませんわよ、玉木さん。あなた、いい加減ください。え、何が？みちるさんからしたらいろいろ災難だな、悲運だな。認めません。
何を怒ってるの？変なの？笑うな！負け役が似合うミチルさん。はあ、なるほどね。あ、終わった。終わった。ほう、いや面白かった。最後でも良かったね。不動洋菓子に転校してきてっていうことで、これからもずっと一緒だ。あ、これからもずっと一緒って言ってたあの約束が。なるほど、ここで生きてくるわけだ。いやー面白かった。富士宮お姉ちゃんルートエンディングでございます。いやー今回ちょっとね、だいぶ時間も長くなってしまいましたが、でも最後までラストまでいけてよかったなー。こうなんか予想外って言ったらなんなんだけど、予想外に面白かった。なんかね、もうお姉ちゃんとみちるさん、この二人の関係が良すぎるね。これだから、まもるちゃんの恋愛というよりも二人のライバル関係を楽しむっていうような、そこメインだったな。それくらいみちるさん良かった。一応優勝できたしね、みちるさんね、そこも良かった。うんね、富士宮お姉ちゃん、お母さんとの約束があって、シュークリームの味も再現してっていう、もうこの子はもはや完全に本物のお母さんだよね。本当のお母さんについになったっていう、このお母さんのシュークリーム、あのマモルちゃんが探し求めた味っていうのが、実はマモルちゃんの好みによって作られていたっていう、この事実すごいいいなと思いましたね。だからなんかその根本のところがこうストーリーで描かれていったから、何気にこの子が実はこのゲームのメインヒロインと言ってもいいんじゃないのかっていうような、スイートレガシー、実はメインは富士宮お姉ちゃんなんじゃないのかというようにも感じましたね。彩香ちゃんとは一体何だったのか今にして思えば。いやー面白かったです。で次回からなんですけども、また新しく攻略していくキャラクターも残り少なくなってきましたね。次回からは桜姉妹ルートに入っていこうと思います。桜姉妹ルート、これ姉妹を同時攻略していくっていうことでいいのかな。双恋みたいだな。俺はこれ最初プレイしてた時にも言いましたけど、ビジュアルだけで言うなら最初にピンときたのは桜姉妹だったから、だからこれまた楽しみなんですよね。はい、次回からもどうぞよろしくお願いします。それでは引き続きスイートレガシーエンディングテーマお願いお聞きください。以上お願いでございました。さあエピローグ。いや曲折、ここ数日で僕の周囲を取り巻く環境は大きく変化した。一緒に暮らしちゃってるわけだもんね。姉ちゃんが転校してきて僕と同じ部屋に住むことになって、ミチルさんが、ミチルさんは大激怒。ミチルさん本当いいな。運命のいたずらとでも言うべきなんだろうか。お姉ちゃんが転入になったクラスあろうことか、みちるさんと同じクラス、なんとクラスメイトになっちまった。あの二人、二人は顔を合わせればいつも喧嘩しているらしい。荒れてるな、不動洋菓子荒れてんな。多分一方的にみちるさんが喧嘩を売って、お姉ちゃんがそれを軽く受け流す。その態度が気に入らないもんだから、みちるさんはまた喧嘩を売る。なんか
きっとそんな感じなんだろうと思う。容易に想像がつくね、それね。喧嘩するほど仲がいいってわけじゃないけど、間に立たされる人間はたまったもんじゃない。まもるちゃん、はい、あーんして。え、何食べさせてもらってんの？いいよ、自分で食べれるからあー、こういうこと、なるほどね。いや、このイラストはね、この CG はなんかほんと3人の関係をよーく表してるよね。おっとりな富士宮お姉ちゃんと怒ってるみちるさん、いいな。あら、どうして照れてるの？ちょっと玉木さん、あなたね、めっちゃ怒ってんじゃん。まもるさんが迷惑しているのが分かりになりませんの？そんなことないよね、まもるちゃん。いや、これはいい3人組だよ、本当に。だいたい何ですの、その弁当は。あなた、まさかいつもまもるさんにそんな質素なものしか与えていないのではないでしょうね。質素かな。いや、なんかね、これはまもるちゃん、唐揚げ好きよね。唐揚げ、あら、あ、まあ、持ってウインナーだよ、これ。うん、好きだけど。そういう龍崎さんこそ、そのお弁当なに？見ればお分かりでしょ。私のお手製、超豪華スペシャル弁当ですわ。さあさあ、まもるさん、なんとおだりになってる。もう、みちるさんもだいぶまもるちゃんラブになっちゃってて。そんな高カロリーなお弁当、まもるちゃんが太っちゃうわ。それにまもるちゃんは本当はお肉よりお魚の方が好きなのよね。あ、そうなの？あのさ、二人とも大丈夫ですわよ、ちゃんと。あ、もうまもるちゃん無視じゃん、もう。私を誰だと思って。いやー、この二人いいな。ほらほら、まもるさん、もうこれがこの二人だけで一本作れるよね、ゲームね。スピンオフあってもいいような気がするよ、このみちるさんと転校してきたお姉ちゃんの。いつも見た目ばっかり気にして、めっちゃいい二人組になってる。まず味を気にした方がいいわよ。で、お姉ちゃんこの制服似合うね。うん、聞き捨てなりませんわね。私の料理がまずいとでもおっしゃる気ですね。毎日こんなやり取りしてんだろうな。この世に私以上にまもるちゃんの味覚を知り尽くした女はいないわよ。マウントを取っていく。うまいかまずいかなんて、それはまもるさんが決めることですわ。さあ、まもるさん、私のお弁当を食べますのよ。あ、それじゃあ私のも。ふんが、ふんがが突っ込まれてる、どんどん。私のお弁当を押しのけるように無理やり口に詰め込まないで。あれ、入らない。まもるちゃん、今口の中にあるのペッてしなさい、ペッて。はあ、たまきさん、あなたなんてことしますの。もうお二人のおもちゃになっちゃった、完全に。ひれふえ。お姉ちゃんがいて、僕がいて、僕がお姉ちゃんといると必ずみちるさんが現れて、みちるさんはいつも怒っているけど、でも、うん、本気で怒ってるわけじゃないみたい。本気で怒ってるわけじゃない。お姉ちゃんは普段は優しいけど、みちるさんがそばにいるとつい悪乗りしてしまう。いや、めっちゃいい仲じゃん。それってやっぱり三角関係っていうやつなんだろうか。お母さん、僕のこんな生活は一体いつまで続くのでしょうか。未来が見える、ずっとニコニコ笑ってるよ。ということで、富士宮お姉ちゃんルートでございました。いやー、このドタバタ感最後最高だったな。いや、みちるさん持ってくな、みちるさん。まあ、まもるちゃんありきではあるんだけど、ほんとみちるさんとお姉ちゃんがこのいいライバル関係なんだよな。同じクラスになって、いや、これね、絶対いい友達になってくよ、この2人が。だからさ、これ同じ学校に来たわけだから、校内パティシエフェスあ、フェスじゃない、ファイト、校内パティシエファイト。いやー、これは相当熱い戦いになるだろうね。みちるさんと藤富さんがまたぶつかって、これは楽しい学校生活になっていくね、これは。はい、そんな感じでございました。
さあ、次回からは桜姉妹ルートということで、またちょっと別のお話になっていくのかなっていう気配もねするんですけども、はい、今回はここまででございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。僕と彼女の名もないお菓子、ごちそうさまでした。お姉ちゃんお幸せにね。そしてみちるさん頑張って。